コツカサンド島はバルト海の中央部スウェーデンのゴットランド県に属する島である。名前は文字通りゴットランドの砂の島を意味する。ゴットランド島のすぐ北側に位置する族島、フォーレ島から3 8トル北に位置する古島である。最終表記に遡るモレーンによって形成されたゴットランド島までつながる長い砂礁が海面に現れた部分からなる。 島の海岸は砂浜と砂丘によって占められており、内陸部には広大な松林が広がる。松林には所々固定砂丘が点在し、島では珍しい高台を形成する。最高地点は海抜42メートル。比較的乾燥した気候と砂の土壌のため、わずかに湿度を保っている窪地部分を除いて植物症の発達は非常に乏しい。 動物賞についても同様であるが、特に甲虫類をはじめとする貴重な昆虫種が多くいるほか、沿岸部には純粋な陸生動物に比べて容易に海を渡ることのできる海鳥や灰色アザラシなどが生息しており、鳥類や海洋哺乳類を目的に訪れる訪問者からは高く評価されている。島に到達した最初の人類は新石器時代に現れるが、彼らは アザラシ漁の時期だけ訪れていた。最初に人が定住するのは中世であり、アザラシ漁や漁業、牧養などを制御とする人々であった。その後、島は法令島民によって再び開拓される。1783年から1853年にかけて、島は次々と多くの所有者の手に渡ったが、利益を上げることに成功した者はいなかった。最終的に、 スウェーデン政府が島を買収して、灯台と灯台種を置き、この灯台守るが定住者の大部分を占めることとなる。並行して、林が何度かにわたって開拓されるとともに、アザラシの繁殖と狩猟が20世紀半ばまで主要な産業となっていた。1909年には、島の一部が国定公園として保護され、さらに1963年には全域が指定された。 東大の自動化に伴って、島民は国定公園の従業者だけになった。同時に観光業は成長しており、島は夏場の人気の観光地として、毎年4000人を超える人々が訪れている。観光客は島にある多くのビーチでくつろいだり、自然、文化的継承を見るためにやってくる。カ塚サンド島はバルト海で最も孤立した島と言われており、 最も近い陸地は南に3 8トル、離れたフォーレ島と北西に8 5トル離れたランドソート島である。行政上はスウェーデン・オットランド県のゴットランドコミューンに属している。島の面積は約36平方キロメートル、外周は約9キロメートルである。ゴットランド島東岸のクリンツ省とゴツカサンド島の北西2 0トルにある。 コッパ指定7章との間の 120km に渡る砂章の一部が海面上に現れたものである。コレ霊島とゴツカサンド島の間に連なる部分はサルボレフ章と呼ばれ海底から 70m の高さに達する。ゴットランドの砂の島という名前の示す通り、島はもっぱら砂からなり、地上は砂丘が占めている。沿岸はハムヌッテン岬、ランド級。 ラスパルマスの入り江を除いて、標高10から17メートルの流動砂丘が、取り巻いている。しかし、最大の砂丘は、内陸部、シップカパッセと峠のすぐ東側に位置する、大泉砂丘であり、海抜42メートルで島の最高地点となっている。他の比較的大規模な砂丘としては、南東部のスリングディネン砂丘がある。ゴツカサンド島の地図ゴットランド地方は、 モルドビスキに遡る石灰岩を基盤としているが、ゴツカサンド島及びサルボレフ章、コッパ指定7章は最終表記に主にエスカーとモレーンの形で堆積した流走土砂から形成されている。砂章は以前は巨大なエスカーと考えられてきたが、1980年代のスウェーデン地質調査の詳細な分析によって、どちらかといえばモレーンに近いということが判明した。 このモレーンは、おそらく、二つの窪地の間に位置するという砂礁の海底地形の影響によって形成されたものである。すなわち、二つの異なる氷河の分離帯であったと考えられるのである。スカンディナビア氷床の交代期に氷河が現在の島の高さにデルタを形成し、大量の砂が堆積した可能性が高い。この砂礁は今日まで続いている。 バルト海における二つの年代にわたるプロセスの中で形成されたものである。最終表記の終わりには、現在の島はほぼ、バルト氷河期この水面下にあった。古氷記近く流気と水面の変化に伴って、後にバルト海となるリットリな海面上に、六千年前から五千年前頃、島が出現し始めた。砂丘は、島の大半を覆っているが、 海から運ばれた小石も沿岸部及びブルイエンと呼ばれる西岸、北東岸付近の一帯に数多く見られる。この付近に集中するのは平坦な島において風の力が運んだものである。さらには島は迷子石もあり、そのいくつかには名前もついている。像とマリー氏、小作人の小屋などである。現在もこれらの要素は 島の景観を少しずつ変化させている。南東部のハムヌッデンなど特定の地域では波が浸食しており、また北部のブリードサンドなど別の地域では潮流によって砂が堆積している。島は広い砂浜で知られているが、こうした理由で島の南岸には小さな海食がけが見られる。加えて砂丘も風によって絶えず生成消滅を繰り返している。 ただし、島の中心部にある砂丘のほとんどは、植生によって起伏が固定された、化石砂丘である。したがって、風の影響を受けるのは主に海岸砂丘で、年に6メートルの速さで移動している。砂丘の発展のわかりやすい例は、アルナグロップにある、デーナスコイエンで、移動してきた砂丘が森を追ってしまい、完全に飲み込まんとしている。砂丘はその後も移動を続け、 枯れた木々は再び姿を現すことになる。五塚三度島の気候は湿潤大陸性気候に分類される。しかし、バルト海が島の気候に決定的な影響を及ぼしており、本土に比べて気温差は少ない。冬は比較的温暖で沿岸が氷に閉ざされることはほとんどない。降水量は極めて少なく、夏にはほぼ状態的に吹きつける風と、 曖昧って著しく乾燥する。風はもっぱら、北東向きで、これが、砂丘の運動に影響を与えている。コツカサンド島は、世界自然保護基金によれば、サルマチアコンゴーリンの陸域へコリージョンに属しているが、その特殊な地性のため植物症、動物症は独特である。島には合計で400種類のイカンタバ植物があり、そのおよそ半分が、 人間の影響で持ち込まれたものである。さらに250種類の地位類と何百種もの命名されていない甲虫類が分布する。こうした生物の多くは国内では希少種であり、スウェーデンでは120種が絶滅危惧種に指定されており、また島が国内で唯一のビオトープとして知られている種も存在する。さらには国際的に見ても少な種がいるほか、 島の固有種も存在する。松の新葉樹林新葉樹林、中でも特にヨーロッパ赤松の林は、島の36ヘクタールのうち30平方キロメートルを占める中心的な生態系を構築している。国立公園としての保護のため、森の一部は今では天然林となっている。平が砂丘の周辺にある森は原生林であり、 当然、島で最も目を引く木々はこの付近にある。他の場所では森はおよそ均質的で同じ年代の樹木が並ぶが、そこでも生物多様性に重要な古史木の存在が目立つ。氷層水や養分の不足のため森は比較的地味が乏しく、木々の密度は概ねまばらで地上の植生も限られているか、あるいは単一の地類に支配されている。 一般的にした場合は、主に岩だれゴケやカモジゴケ、タチハイゴケといった、コケ類、花ゴケ属の地類と、コケモモ、クマコケモモ、巨竜もどきなどから形成される。希少な植物としては、大梅ガサソウが挙げられる。島の金色花むぐり等の孤立性のために、哺乳類は、ほとんどいない。のうさぎは18世紀から19世紀に持ち込まれた、もので、 赤狐はおそらく決票した会場を渡ってきたと考えられる。コウモリも島には何種かいる。鳥居に関しては、島の針葉樹林に巣を設けるものは意外に稀で、ほとんどは春から初夏にかけてと秋の渡りの際に通過点として使う。ハシブとイスカが五ツサ三度島の森に特徴的に見られる種の一つであるが、灰色日滝やヒガラ、ズワオアトリもよく目にする。 猛禽類もチゴハヤブサやオ,オタカ、ハイタカなど数種が存在するが、彼らが通常捕食する月種類がいないためその頭数は限られている。島内の新葉樹林における動物賞の豊かさは、種として昆虫種の多様性、中でも特に甲虫類の種類の多さに代表される。最もよく見られる種は、イラガッツファーベル、金色花むムグリ、モニカマスギャラプリビンシャルスや、 一角クワガタなどである。これらの種の多くは、希少種であり、島で見つかった甲虫類のうち7種は、北欧諸国内の他の場所では発見されていない。こうした種が分布しているのは、温暖だった時代の名残と考えられているが、天然林でしばしば火災が起こることや、南スウェーデンの森林が林業の影響を強く受けてきたことも、この現象と筋が通っている。 島のカブトムシの大半は天然の松林と関係があり、特に豊かなコシギの恩恵を被っている。ウリエドサンドスっての沿岸植生海岸線に近づくにつれて樹木はまばらになり、浜と森の間に植生のグラデーションが見られる。海に最も近い場所には白い砂丘が広がり、これらは植生の被覆が少なく流動的である。移動する砂丘は、 ほとんどの植物種にとっては有害であるが、一方で海への近さによって、藻類の分解などを通じて、養分ももたらされる。ビーチグラスが特徴的な種であり、この環境に完全に適応している。砂に覆われると成長が促進されるため、常に砂丘よりも高い位置にいることができるのである。ビーチグラスの地表下の部分は、このため、数メートルの長さに達することもある。 こうしたビーチグラスの多くは20世紀に海岸の砂丘を安定化させるために入植されたものであるがもともと島には生息していた種であった白い砂丘におけるビーチグラス以外の特徴的な植物としてはライムグラス、ハマエンドウ、カレックスアレナリア国内の他地域では20世紀に劇的に減少したエリンギウムマルティマムなどがある海の最も近くに生息する種は 浜イ兵やハラヒジキ、カキレマリティマ、細葉浜カザなどの塩分に耐性のあるものである。島の西岸の植生海から離れるにつれて、砂丘は植物の被覆のために白色から灰色を呈するようになる。こうした砂丘は養分が少ないが草木に固定されているため比較的安定している。そこかしこにビーチグラスやカレックスアレナリアが生えており、 またコリネホラスカネッセンスやコケ、チー類も見ることができる。砂丘の窪地には、極地的に湿気が溜まりやすく、比較的豊かな植生を育んでいる。例えば西洋雪割草、ダクトローライザ風刺、エピパクタスアトロールビンス、エピパクタスプルストリスなどである。ブリエドサンドステの南西部のドゥンシェーレとは、砂丘の中でも草花に富む湿地の一つである。 西部と北東部には、灰色の砂丘と森に挟まれて、ブルイエンという地域があり、地表が小石に覆われている。植生は極めて貧相でほとんど地位類しか見られないが、熊コケモモや欧州万年草、欧州武器茶構想、エゾのチチコ草なども見られる。過去10年間に、沿岸部の方まで松林が広がり始めたが、これは、砂丘の固定化によって、 松の生育を妨げる大差が減少したためであると考えられる。ゴツカサンドとを代表する動物の一つは灰色アザラシで特にセール点でよく見られる。バルト海の灰色アザラシは大西洋の生息地からは孤立しており、20世紀初頭には10万頭いたものが乱獲島戦のために1975年には3600頭にまで激減した。 こうした理由で島のアザラシは近量化されている。スウェーデンの沿岸部では再び生息数が増加しつつ、あるが、かつての水準には遠く及ばない。島で観察することはできるが、生息数は比較的少なく繁殖数は限られている。アザラシに加えて沿岸部には海鳥も多く見られ、西セグロカモメやカモメ、ミヤコ鳥、ハジロコチ鳥、タゲリ、 そしてやや気象だが、本家はタガモなどの繁殖地となっている。ブリエドサンドステは、とりわけ鳥類が多い。さらに、樹林と同様に、沿岸部の昆虫も多様かつ独特である。この区域に、特徴的な種には、砂に地下穴を掘って、幼虫を育てる里地が鉢や、種子の有権類、彼らを閉じ込めるアリ塚、砂で日中を過ごし夜に獲物を取る、甲虫類などがある。 多くが植わった境界の広場島には約20の紅葉樹林があり、うち最も重要なのはストライデモレンである。モアはホーレ島の方言で紅葉樹林を意味する。こうした樹林は水の供給の良い窪地によって育まれている。主な生物は山ならし、西洋橋場ミ、ヨーロッパなら、西洋な仲間ど、ヨーロッパ崖ンバなどである。ヨーロッパ一位は特にイデモレンによく見られる。 これらの木々はおそらく過去にはもっと生えていたが、開拓によって数や分布値が減少した。地面の植生は、新葉樹林のそれよりも、はるかに豊かで、とりわけ、ミスミソウ、イブキヌカボ、メランピラムシルバタカム、リンネソウ、あるいは、ランカの植物が創生する。これらの紅葉樹林地帯はかつては、牧草地として使われており、そのいくつかは、 今でも現存し、毎年草刈りが行われている。ガムラゴーデン付近のカーペレンゲトをはじめ、ハムヌッテン近くにはより乾燥した場所も数箇所ある。こうした、牧草地は一般に、紅葉樹が、まばらに肺植物症は豊かで、プルセティラプラテンシス、カラフトヒヨクソウ、西洋オトギリ、シャグマハギ、メイディコゴファロコタなどが分布し、やや希少な種として、 アキシートロピスパローザなどもある。こうした森林や牧草地は多くの鳥たち、特にスズメの仲間の格好の栄草地である。また、この一帯は蝶も豊かである。最も早い人類の足跡は新石器時代に遡る。これはすなわち、島ができた直後からすぐに人が往来していたということである。当時は主にアザラシ漁を目的とした季節的移住であった。 この状況は、人石の絶える、鉄器時代末まで続いたと考えられる。ただし、移動する砂丘のもとに史跡が隠されている、可能性もある。なおも人が訪れていた証拠として、平画ランドには、青銅器時代の大規模なケアンの墓標なども残っている。中世になると一転して定住化が進んだことが、建物の基礎や破壊死などの移行からわかる。島には、 セールゲントバルブスブクテンに2つの集落があった。1361年以降、島はデーン人ンの地下に入り、開拓はフォーレ島の住民に委ねられた。彼らは島をアザラシ漁や魚漁を牧用に利用していた。1645年、島はブレムセブルー条約によって、コットランド島とともにスウェーデン領となったが、スウェーデン王国はフォーレ島民に、 ゴツカサンド島の利用権を認めた。この時期、島には約200頭の牧羊がおり、住民は放牧地の改良のために森を定期的に焼き、ヘザーの生育を促した。1758年、スウェーデンはゴツカサンド島を牧羊に使おうとした、ビスビューの商人ヨハン・リスベリラーソンに売却した。この取引はそれまで島を利用してきた、ホーレ島民とヨハン。 国の間に対立をもたらした。法令島民が対釈料の支払いを得ることで裁判は決着を見たが1781年に彼らが撤退すると王は1772年に行われた島の精密な測量の費用を支払うように主張した。1783年、ゴットランド県が20年間の島の対釈を行い、ストックホルムの実業家、 マグヌス・ベネディクトゥスが権利を勝ち取った。これをもって、ツカ・サンド島の私有化の時代が始まる。1783年以降、島は私益を求めて開発されるようになった。最初は、賃貸借の形で始まり、1806年には、私有財産として行われた。島の中心は、当時、1784年に建設されたガムラ、ゴーデン集落で、後に、 ニービネットと呼ばれるようになった。集落には小さな農場があったが、牧畜と森林開拓が主要な活動であった。開拓に関しては、風力で動かすの小切りが2台作られ、木材の一部は集落付近への造船所の建設に供された。当時の人口は島全体で100人に上ったと推定される。島の開発を試みた、私有資本はすべて破産し、 その最後となった1857年の後、スウェーデン政府が島を1859年と1861年の二度に渡って購入し、ブリエドサンドステ付近に灯台を建設した。灯台近くの集落は、島の新たな中心となり、今日に至っている。1883年、二つ目の灯台がテルヌッデンに築かれ、1913年まで稼働していた。 ブリエド・サンドステ東大の捜査には5人、テルヌッテン東大には2人が携わっており、彼らとその家族が島の定住者となった。ただし季節によっては他の経済活動も行われており、特に森林開発は1890年代と1920年代に盛んに行われた。開発を進めるにあたり、短い鉄道が1894年に建設され、 1922から24年には1 0トルに延伸された。森林の開発、さらに家畜の放牧による草地の減少は砂丘の流動化をもたらし、集落を砂に埋まる危機に脅かした。住民はビーチグラスを植えたり障害物を建てるなどして、この事態に対抗した。戦艦期になると、島は、 バルト海の真ん中にあるという地政的条件から軍事関係にも用いられた。第二次世界大戦中には特にバルト三国から逃れてきた千人を超える難民が島に上陸している。ゴツカサンド島は1909年に国立公園に指定され、同時に指定された八カ所とともにスウェーデン及びヨーロッパにおける最初の国立公園となった。 公園の範囲が1910年に定められ、西側のわずか3.7平方キロメートルの小さな区域のみが指定区域となった。作家、画家のアルバート・エングストームは20世紀前半に島を世に知らしめ、島の全域保護のために尽力し、特に1923年にはスウェーデン自然保護協会に対してこの企画に取り組むよう働きかけるなどしている。 その主たる目標は、当時進行していた森林開発から島を保護することであった。国立公園を島の全域に拡張するというエングストームの願いが叶ったのはようやく1963年になってからであった。同年には、ブリエド・サンドスッテにあった学校が閉校となり、わずかに残っていた島民は、本拠地、ゴットランドの家へ帰されることとなった。 その後1969から70年にかけて、東大が自動化され、国立公園で働く3人のみが残されることとなった。並行して観光化が進み、1960年代には、毎年1000人という比較的安定した数の観光客が、ゴットランドやフォーレ島から訪れている。本土からの直行便が1978年に開業すると観光客の数も、 年2500人にまで増大し、さらに観光協会の設立によって、再び増加した。五塚三ド地域資源保全協会が1975年に設立され、歴史的建造物の改修、改築に取り組んでおり、また島内に小さな博物館も開業している。島の東大の内部五塚ンド地域資源保全協会による復元事業の買あって、島には、 過去の様々な時代を忍ぶ多くの遺構が残されている。建造物の多くは現在、灯台付近の集落跡地に位置している。灯台と灯台主の家など建築物のいくつかは1858から59年に建てられたものである。はじめは、ブリエド・サンドスってには二つの灯台があり、コッパ指定7章を通る船に危険を告げていたが、 南端の灯台は1903年に停止し、代わって砂章のすぐ近くに灯台が設けられた。集落の校舎は1939年に建てられ、1963年に閉校した後も案内所兼博物館として利用されている。灯台種の家の目の前の小さな区画には、1864年に座礁したロシア艦フサード肉の大砲が置かれている。近くには、 かつて船に輸送すべき食料やメッセージの存在を告げたアンテナ塔が第二次世界大戦時代のドイツ製の地雷と共に置かれている。ブリエドサンドの灯台は島に唯一のものではない。1883年から1913年までトルヌッテンにも灯台が置かれていたが、砂丘が徐々にこれを覆うようになったため廃止され撤去された。そばに小さなもあったが、 こちらも部分的に砂に渦漏れてしまった。あまり遠くない場所に二度の対戦機に使われた小屋もある。トルヌッテン灯台に代わって1913年、一つはキルクッテンに、もう一つはハムヌッテンに、二つの灯台が建設された。校舎は1971年に太陽光による近代的な灯台に置換された。フィルビンの集落からほど近くに、 島の教会が置かれていた。もともと1894年に建てられたもので、学校も兼ねていたが、1934年に火事によって改陣に返した。学校は、その後村に移り専用の建物も設けられたが、教会が建てられたのはようやく1950年になってからだった。キャプテンベリアとも呼ばれる船乗りのハンス・ハンソンが、スベンスカ・カダーグ・ブラーデットに教会を建て直す基金を、 求める記事を書いたところ、カリン・エヒ・エングレンという女性がこの記事を読み、計画を全面的に支援することにした。島の南西部には京賀村ゴーデンと呼ばれる集落があり、最も古い建造物は1784年に遡る。この小さな村の周りには、畑と馬、牛、豚、ヤギ、鳥などの様々な家畜の牧草地が広がっていた。 1858年に国が東大建設のために島を買い上げると全住民が新しい村へ移ったが、ジョハンナ・アルベティーナ・セーデルランドとその子供たちだけは1877年まで泊まり続けた。以後、農用地は林地開発など檻に触れて使われるのみとなった。島内には他にも様々な場所に建物がポツポツと建っている。サンクトアンナの近くには、 ボーリストレムスと呼ばれる建物があり、これは1900年頃東大州のカールボーリストレムが資料と釣り用の小屋として建てたものである。300メートル離れた場所にはニマンスという漁師小屋があり、1926年に東大州のオスカー・エックマンが建設した。この周辺にはボート小屋などの付随する建物がいくつかある。名前は 小屋を1941年に買収し、夏場の小屋として利用した、ジャック・ニマンにちなむ。トムテボは、ボーリストレムが1899年に建設した、もう一つの小屋で、主に季節的なアザラシ漁に用いられた。作家のアルバート・エングストームは、1920年代に、島で本を書く際に、ここに滞在していた。トムテボの名前は、 小屋を建設した二人の男が見たトムテに由来する。最後に、島にはいくつかの墓地がある。主要なものは、ガムラゴーデンの南にあるもので、公式には1845年に遡るが、それ以前からすでに使われていた。葬儀に神父が常に立ち会うわけではなかったので、死者は、東大の作業員が弔っていたが、棺は、完全には地中に埋められず、 二たつきの木筒が上に建てられた。神父が訪れた際にこの蓋を開けて足りない土を補うことで埋葬を完成させた。聖教会の独自の墓地も1864年にフランス湾の近くに作られ、ロシア墓地と呼ばれた。これは、当時湾に座礁した船、草道肉の乗組員のためのものであった。湾の名前自体は1850年代に起こった。 別のフランス戦の座礁事件に由来する。外して島の地名のいくつかは、この種の事件に関係している。同様に島の北部には、歴史体で発見された、アジア系の男性を埋葬する、中国人の墓がある。最後に、東大主キャルマ・セーデルランドとその家族を祀るために1899年に作られたボーリストレム・のビもある。コツカ・サンド島は、墓地を除く全域が、 五塚サ三度国立公園に含まれる。この保護区域は1909年に創設されたが、島全体を追ったのは1963年に拡大されてからのことである。1988年には、周辺の島々を含む他の二つの国立公園と共にさらに拡張され、沿岸の小さな海域をカバーし、今日では45平方キロメートルの面積となっている。 島は、ナトゥーラ2000ネットワークのゴツカ、サンド、サルボレフ SCI にも属しており、これは島だけでなくサルボレフ、国パ指定7小全域を含み、総計605.12平方キロメートルになる。国立公園の新たな拡張も遅くとも2020年までに予定されており、この砂省をすべて統合し、バルト海を中心に占める最初の国立公園とする見込みである。 スウェーデンの大半の国立公園と同様、管理行政はスウェーデン環境保護庁と県の執行委員会に分担されている。環境保護庁が県や自治体の執行委員会との協議のもとで新しい国立公園の認可を請け負い、設立はスウェーデン議会の投票によって採開される。その後区域は環境保護庁を通じて国に買い上げられ、公園の管理は主に県。 すなわち五塚サ三度国立公園の場合は、ゴットランド県に委ねられる。この管理には4人が当てられており、2人、グループ2週間交代で島に駐在する。島の環境保護の基本方針は、なるべく介入することなく自然の成り行きに任せることで、ある。しかし建物にせよ草地にせよ、文化的景観はそのまま維持される。これはすなわち、 特に域内における植生の積極的な管理を行うことを意味する。加えて、ダインカレットの豊かな湿地は、沈霊ではなく森林の拡大に対して積極的に保護されている。自然センター、博物館に改装された古い校舎ゴツカサンド等は、ニュネスハムンもしくは、ホーレスンドからのサンドレーソル社の定期船によって、夏季の間アクセス可能になる。 この便によって毎年約4000人が島を訪れているが、自前の船で来る客も数百人存在する。島には人口の港が存在せず、定期船ですら、いつも同じ場所に着岸するとは限らない。条件が許せば、船はメインキャンプから 4km ほど離れたらスパルマスに停泊し、乗客も直接砂浜に着陸できる。しかし船は時として、 あまり岸辺に近づけないような地点にも停泊することがあり、その場合乗客はエアボートで上陸する必要がある。ここからキャンプへは 10km ものハイキングとなる。上陸地点に関係なく、トレーラー付きのトラクターが荷物をキャンプへ運んでくれる。フィルビンの村からほど近いメインキャンプで、コテージやサンドレーソル社の貸し店と自分のテントで夜を過ごすことができる。キャンプには電気、 冷水シャワー、共同トイレがある。サンドレーソルシャワーいくつか、シャーレも保有しており、フィルビンで直接借りることができる。これは以前は、東大種の所有物で、特にお湯の出る専用のバスルームとトイレがありより快適に過ごせる。島には、店はないため、観光客は食べ物を持参する必要がある。フィルビンの休行車は、自然センター、すなわち、 公園のインフォメーションセンターに変わった。建物2階には地域の博物館もある。島にはおびただしい数の案内付きの遊歩道があり、案内のない道も砂浜沿いにある。島での主な活動は、ハイキングや海水浴のほか、野生動植物の観察等の文化的移行の見学、建物のガイドツアーが挙げられる。訪問できる建物の中でも、 東大からの島の眺望は池を飲むほど美しい。エングストーム作、ハーシュティングにて、ゴツカサンド島はいくつかの作品を通じて、スウェーデンの人口に会社してきた。例えば、アルバート・エングストームは、島に、しばらく滞在し、その著作や、絵画の多くが島の景観に基づくか、これに着想を得ている。1926年に出版された本では全編に、わたって、 島とその住民について記している。島を表すバルト海の真珠という語もこれが元になっている。1801年から1828年まで島に住んでいたペテルゴットバークも島の知名度に貢献している。その人となりをめぐっては多くの伝説が渦巻いており、海賊であったとも殺人犯であったとも言われる。マッツボールの著作、家の主はこの伝説を元にしている。 この物語は1989年に家の主、サンド島の海賊としてシェル・スンズバル監督の下でテレビシリーズ化された。実際にはゴッドバーグが犯したとする多くの事件の証拠は全くないにもかかわらず、彼は座礁戦を略奪した角で1817年に金庫を言い渡された。ガムラ・ゴーにあるゴッドバーグの牢屋と称される建物は彼の離島後に建てられており、 その名前に反して、牢屋としては使われていない。公式ウェブサイト、ありがとうございます。